はい、こんばんは、タカです。週が明けて月曜日、まずは先週からの流れの継続、これがあるのかどうかというのをね、東京時間見ていたわけですけども、環境としてはもう円が弱い、これはもう先週からの流れの続きになりますんで、大まかに見ていけばね、先週から流れというのは変わっていないんではないかなと。ただし、欧州時間に入ってからドルが買われています。このあたり早速チャートの方から見ていきたいと思います。こちらがドルインデックスの1時間足日足を重ねています。ドルに関しても日足を見ていけば上昇トレンドが見えてくる。もうこれはもうずっと話をしている通りです。押し安値終わっていませんからね、このサポートはやっぱり気にしていかないといけないかなと思います。今ここで反発していますけども、ここにもやっぱりサポートが見えてくるんですよね。日足の上昇トレンドを見た場合、ここに足場を作ったという形があります。足場からの上抜け、押しからの上昇、こういった流れも見ていけると思うんですよね。これもサポートを割っていません。なのでこういった日足の流れだけを見ていけば、すごく強い流れというのが見えてきます。サポート割れなければどこかでロング、今も買いが入っていて、前回のこういったレンジの高値圏まで来ていますからね、それだけ強い流れも出ているなというふうに思いますけども、ただ、時間足を変えれば景色が変わることもあるんですよね。今回の場合は4時間足、週足を見ていきたいと思います。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。週足を見ていけばもう長い期間このレンジ相場が継続しています。今の値動きというのはこのレンジの中での値動き、しかも場所というのはレンジのど真ん中、ここから買いが入ってくるのか売りが入ってくるのか、それを見出すというのはやっぱり難しいと思うんですよね。無理に判断をする必要もないかと思います。レンジ相場が見えているんであればね、レンジを意識したトレード、真ん中あたりというのは分かりにくいですから、上下の壁を意識してということになってくるかと思います。ならばこのあたりからドルが買われようが売られようが、こういった週足の流れを見ていけば大した動きではないということになってしまいますね。ただし日足を見ていけば上昇トレンドというのが見えてきます。押しからの上昇、こういった直近高値を抜ける動き、こういったのをイメージしてしまうと、買いが入ってくればね、どんどん買いを狙っていこうと、そういった流れにもなってくるかと思うんですけども、目の前には週足レベルの大きな壁があります。簡単にドルがどんどん買われる環境にあるわけではない、これはしっかり抑えてはいきたいですね。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。夕方に入ってからね、少しドルが買われています。ただ5ドルやポンドの強さ、これは先週からの流れになりますけども、それは依然続いている感じはありますね。それに対して円の弱さ、これも先週からの流れの継続、黒線あたりを見ていると上昇というのは目立っているんではないかなと思います。例えば5ドル円、ポンド円、このあたりは金曜日の高値、短期的には抜けている場面もあります。ある程度先週からの流れというのは継続して見られるということになりますね。ただドルが強いので、今少しユーロが売られていますけども、このユーロの弱さ、これを引き続き見ていきたいなと思うんですよね。ドルが強くなってしまえば、ドルが強い、5ドルやポンドも強いということで、例えば5ドルドル、ポンドドル、このあたりを見ていくと値動きの方はちょっと停滞してしまうことにもなってしまうと思います。トレードはやりづらくなってしまうと思うんですよね。それに対してユーロというのは弱いですから、ドルが強くなってくるんであればユーロドル、ショートですよね。そういったのを見ていくのも面白い形になってくるかもしれません。この後ね、チャートの方を見ていきたいと思います。あとは最後に、ドルと円との方にね、大きな違いが出ています。円の売り手がやっぱり目立ちますよね。黒線を見ていけば上昇、これドル円を見ても大きな上昇になっているかと思います。今週始まっての動きになりますから、この円の売り、これはしばらく様子を見ていきたいと思います。はい、こちらがドル円の1時間足日足を重ねています。日足を見ていけば、もうこの上昇トレンドしか僕はもう見えてこないんですよね。押しがあればどこかでロング、これサポート割っているわけではないですからね。まずはロング、押し目を狙っていくというチャートになっているかと思います。そういった意味では今日のこの回、そんなに不思議はないですよね。金曜日の高値も超えてきていますから、波の反転も意識していくことになるかと思います。まず目指すのがこの戻りの高値ということになりますかね。こういった高値を超えてくればトレンドの継続も見えてきます。ただしなんですよね、これ週足を重ねています。先週木金と大きな売りが入ったことで、この辺りは週足のレンジというのが見えてきます。今は週足上の方に抜けていますけども、この週足というのはまだまだ閉じません。今週の金曜日に閉じます。もちろんね、しっかり買いが入って抜けてくるかもしれませんけども、ただね、先週のように潰されることもあるかもしれません。日足を見ていけばこのピンクの流れ、上昇トレンドしか見えてきませんけども、週足レンジというのを意識していけばね、この辺りは高値圏になりますから、買っていくのは少し怖い、そういった状況もあるかと思います。悩ましいところではありますけども、ただ日足を見ていけば金曜日の高値抜いているんですよね。僕も個人的にはこの週足のレンジ、これは最後まで意識して見ていこうかと思いますけども。はい、日足の方に戻しています。
まだこれ閉じていませんから、どこで閉じるのか、これも大事になってきますけども、金曜日の高値抜けてくるんであればね、まあ、短期的な上昇を追いかける、これは悪くないのではないかなと思います。ただ壁、この壁はやっぱり意識はしていきたいですね。この壁抜けてくれば、まあ、トレンドが出てきますので、まあ、週足レンジというのを意識しながらも上昇トレンドを追いかけることになるかと思います。週足のブレイクですね、そういったのを意識してくることになるかもしれません。106円の攻防、これ大事になってくるんじゃないですかね。日足がしっかりこれを抜けてくれば、上昇トレンドの継続、もしくは週足の高値ブレイク、そういったのを見ていくことになると思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。4時間足を見ても波の反転が見えつつありますね。特にこの辺りの動き、もう少し小さな流れを見てもいいかもしれませんね。先週の水曜日あたりからこういった売りのトレンドというのが出ているんですけども、今日結構勢いがありますからね、戻りの高値を抜けてきています。この4時間足抜けるかどうか、これちょっと見ていきたいですね。あと1時間しっかり抜けてくれば、この青い下落のトレンドは止められて、反転の形が本格的に見えることになります。これはそのまま日足のトレンドにつながってくるかもしれません。105.70 あたりの攻防ですかね。このあたりの値動きはしっかり見ていきたいですね。ここを抜けてくれば金曜日の高値も抜けてくる。抜けることができないんであれば、金曜日の高値を抜けることができなかったという、それぞれの結果というのが出てきます。今日の夜はね、まずはそのあたりの結果というのを踏まえてトレードをしていくことになるんじゃないですかね。ただ円の売りというのがもう終始からしっかり出ていますからね、まずはこれを追いかけてくることになるかもしれません。ならばまあ抜けてくるかもしれませんね。はい、こちらがユーロドル、1時間足に日足を重ねています。ドルが強い展開になってくるんであれば、僕はやっぱりこのユーロドル注目をしたいなと思っています。強いドルに対して弱い通貨というのを見ていくということで、まあ、僕の中ではユーロであったり円であったりということになるわけですけども、このユーロドルね、日足を見ていけばまだ戻りの高値抜けてないんですよね。しっかり買いは入ってるんですけど、高値は抜けない、それだけ弱さというのを感じます。今はその手前でもう一つ壁も見えてきています。これはまあ先週できた壁ということになりますけどもね、まあ、仮に抜けたとしても目の前にはまださらに大きな壁がありますから、そもそもユーロドルに関してはね、上値は重いんではないかなと思っています。ただ今は環境がちょっと合っていないんですよね。先週まではドルが弱かった、ドルが弱いとどうしてもドルストレートは上昇圧力が強くなってしまいます。なので今日もこれ、今のところはドルちょっと強くなっていますけども、まあ、最初にドルインデックス見たようにね、ドルというのはなかなか買える環境にはなってこないんではないかなと思います。ならばこのユーロドルね、ショートを見ていくのももう少し時間はかかってくるかもしれません。チャートはもう弱いと思いますんで、ショートは見ていきたいんですけども、まあ、すぐに結果というのを期待するのは難しいかもしれませんね。まあ、ひとまずはこういった戻りの高値、こういったところを意識してショートを見ていくのもありだと思いますけども、今のドルははっきりしませんからね、流れを見ていくのは難しいかもしれません。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。過去を見ていくと、このあたり大きなレンジ相場だったんですよね。サポートを割れたから売りが入ったと見ていくんであれば、今は戻りが入っていますけども、過去にサポートされていたところ 1.21-20 あたりを今は見ていますけども、このあたりというのはね、まあ、ブルベアの分岐点になってくるかもしれません。抜けた後の戻りで見ていくんであれば、ここで上値が重くなってくるんであれば、戻り売りショートを見ていく形というのも出てくるかもしれませんね。今日も夕方に入ってからドルが買われましたんでね、こういった短期的な売りの流れも見ていけますけども、ただまあ気をつけたいのが、ドルの方はね、はっきりしたトレンドが出てくる環境には今はないということですね。今は少し下の方を突っ込んでいますけどもね、この辺りでもう少し時間をかけることになるかもしれません。ユーロのショートを見ていくためにはドルの買いがやっぱり必要になってくると思います。はっきり流れが見えてくれば、ショートを追いかけたいなというふうに思いますけども、例えばドルインデックスを見た場合、金曜日の高値すらまだ超えていませんからね、そういったのを見ていくと、まだまだ時間はかかるんではないかなと、焦る必要はないんじゃないかなとは思いますね。はい、こちらがユーロ円、1時間足に日足を重ねています。円が弱いということで、ユーロ円もしっかり買いが入っています。ただユーロに関しては先週の水曜日、大きな売りは入っているんですよね。こういったのを見てもユーロの弱さというのはやっぱり目立ちますよね。まあ、これだけ円が弱ければ、もうどんどん買いが入ってきてもおかしくないんですけども、ユーロ円に関してはもうこのあたり調整局面に入っていますから、やっぱりこの高値を抜けてくるには相当やっぱりね、強い流れになってこないと難しいんではないかなと思います。128円の3040あたり、木金月と、しっかり強い流れ出ていますけども、所詮は水曜日のこの売りに対しての調整、ハラミの動きでしかないんですよね。上下に壁を見て、この壁付近でのトレードというのを意識していきたいですね。今はちょっと真ん中あたりにいますからね、もう少し引きつけたいですね。例えばまあ買うにしても売るにしても、この上限の壁、このあたりはやっぱり意識していきたい。
ショート見ていくんであればこの壁をバックにということになりますし、抜けを見ていくんであればね、一旦抜けた後の押しを見ていくのも面白いと思います。ただしまあこれだけ円が弱くてそれでも直近高値を抜けていない、それだけユーロが弱いということになりますんで、例えば円の弱さ、円売りというのを見ていくんであればね、ポンド、5ドル、このあたりを見ていく方がやっぱりいいかなと思いますね。まずは壁に引き付けて、それまではもう様子見になってしまうかと思います。はい、こちらがポンドドル、1時間足に日足を重ねています。ポンドドルも朝すぐにね、高値更新したんですけども、高値キープすることができませんでしたね。大きな売りが入っています。少しドル買いというものに影響を受けている部分もあるかと思いますけども、ただポンドも強いですよね。チャートの方が崩れているようには見えません。これが難しいところで、ドルが強い、ポンドが強い、強い通貨同士のペアになってしまうとやっぱり値動きの方難しくなってしまいます。ドルの戻りが一時的なんであればね、ポンドドルの押し目ということで、ロングを見ていくのはありなんじゃないかなと思いますけどもね。ただまあロングをしていくためにはね、短期的なサポート、波の起点を見てしまうと、ここが波の起点になりますんでね、今から見ていくと150ポイント下、ここまでリスクは取れませんから、もっと近場にサポートを見ていくことになります。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。そうするとこのあたりでうっすらサポート見えてきませんかね。下の方に突っ込む場面もありましたけども、 1.40 このあたりのサポートの強さ、今のところは見られます。この4時間足もあと40分ほどですかね、まで引けてきますんで、この結果によってもだいぶ変わってきますけども、ちゃんとサポートされるんであれば、このサポートを利用したロング、これも面白いと思います。こういった上昇トレンドを見た押し目買いということですね。そして仮に割れたとしても、この波の起点はここにあります。 1.39-60 あたり、これを割らなければ引き続きね、押し目買いを見ていきたい、ロングを見ていきたいという流れは変わらないんですよね。ただし短期的な売りというのは出てくることになると思いますから、こういった波をまずは止めて反転を見ていかないといけない。少し時間はかかるかもしれません。ということは日足の上昇トレンドは一旦止まるかもしれませんね。調整局面に入ってくることになるかもしれません。ショートを見ていくのはそういった売りの強さというのが出てきてからでも十分間に合うと思いますんで、今はロングをどこで入れるか、それを見計らっていく相場にはなってくるかと思いますね。まずはこの 1.40 あたりですかね、夕方はこのあたりのサポートを意識していきたいと思います。はい、こちらがポンド円、1時間足に日足を重ねています。ポンド円、円が弱いということでしっかり高値を更新してきています。週末の動画で、もうロングしか見ていけないんですけども、あえてショートを見ていくんであれば、このあたりをレンジと見ることもできますよという話、したと思いますけども、こういったレンジからも抜けてきたということで、ショートを見ていくんであればこういった流れが出てしまうと、もうロスカットになってしまいますよね。やっぱりね、こういった強い流れが出ているうちは、ロングというのをしっかり見ていくことになるんじゃないかなと思います。高値更新というのを意識していきたい。高値で引けてくれば明日にもつながる動きになってくると思います。逆にこの後夜大きな売りが入ったりすると、それはもうこのレンジを見ていくのも面白いと思うんですね。売りが入ったということで、この事実をね、扱ってショートを見ていく、これはもう本当にありだと思います。こういった売りの存在というのが見えていない中でショートを見ていくのはやっぱり早いかなと思いますんで、今は高値更新がしっかり流れとして出ていますんでね、ロングをどこで見ていくのか、そのためにはサポートを探していくことになりますね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。今回東京時間の早いうちにしっかり買いが入ってきました。こういったね、強い流れはわかるんですけども、短期のサポートがはっきり見えていない中で買いが入ってしまうと、なかなかエントリーというのは難しいですね。高値を更新してしまったことで、一仕事は燃えている感じですね。仮にこの辺りにもし値動きがなかったとしても、これ十分明日にもつながる動きになってきますんで、また明日ね、この高値更新を見ていくということになります。ならば押し目買いを見ていくという形になってしまいます。今のこの位置ではちょっとやれることは少ないですかね。この後夜に向けてしっかり下のサポートが見えてくれば、そこからまたロングを見ていくのも面白いとは思いますけども、今日はもう高値更新してしまってますんでね、高値抜けというのは期待できないかもしれません。短期的なトレンドを見ていけば、こういった上昇トレンドを見ていく、大きな流れを見ていくんであれば、こういった上昇トレンドを見ていく、どちらにしてもね、チャートとしてはどこで買いを狙っていくか、それを探っていく相場ということに変わりはないですね。ショートを見るんであればしっかり売りが入った後になってくるかとは思います。はい、こちらが5ドルドル、1時間足に日足を重ねています。5ドルは少し高値更新、今日も高い場面あったんですけども、ちょっと売りも強いですね。僕はこの5ドル、少し警戒心を持ってチャートの方は見たいなとは思っています。理由としてはやっぱりこの金曜日のこの日足、これが原因ですね。直近の高値も抜けています。強い上昇の流れもあります。すごく強いですよね、それはわかります。ただちょっと強すぎるんですよね。押しがない、こういったトレンドが継続していればいいんですけども、今日の値動きを見ても高値更新という形にはなっていないですよね。高いところよりはしっかり売りも入っています。
まずはこれ短期のサポート見ていくことになるかと思いますけれども、少しこの上昇の形が止まる調整局面が見えてくるということになると波の反転を意識していくことになりますよね。そうなると気になるのがここの値動き、どのあたりがサポートになるかというのがこの値動きではわからないんですよね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。4時間足を見てもこの強い上昇トレンド、ものすごく強いですよね。それはわかります。チャートの方崩れなければね、どんどんロングを狙っていきたい。例えば今このあたりサポートすら見えてきますから、こういったサポートが機能しているうちはね、しっかり買いを見ていくでいいと思いますけども、例えばこういったサポート割り込んでしまったら、この上昇というのが強すぎるんですよね。押しが全くないので、逆にチャートの方が崩れてしまった場合は、今度は売りの方が強く出てしまうかもしれません。今まで壁になっていたところ、今度は抜けた後はサポートになってくるかもしれません。 0.78、 このあたりまで全くこのサポートの候補というのがないんですよね。出来高の方もほとんどありません。真空地帯みたいな言い方もしますけども、こういったところの値動きはね、売りが出てしまうと早いかもしれません。買いを見ていくのは全然いいと思うんですよね。ただこの買いを見ていくんであれば、割れたらどうするか、この答えはもう絶対用意しておきたいですね。まあね、5ドルに関してはもうずっと強い流れ出ていますから、そういった不安も関係なく、押し目買いからまた買いも入ってくるかもしれませんけども、こういった売りの警戒、これはやっぱり忘れないようにはしたいと思います。はい、こちらが5ドル円、1時間足に日足を重ねています。5ドル円も金曜日にすごく強い流れ、これが今も継続しています。円が弱いですからね、高値更新、しっかり高値でもキープしていますから、チャートはすごく強いとは思います。ただこれも5ドルドルと同じで、少し不安材料があるとすれば、この動きが少し強すぎる。円が弱いという形がありますから、5ドルドルに比べればね、まだ不安というのも少ないですけども、この上昇の勢いというのが止まってしまった後、調整局面に入ってしまった場合の売りですよね。売りが入ってきた時にどうかなという部分があります。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。この上昇ですよね、100ポイント以上の上昇になっていますけども、これが強すぎる。今はまあ強い流れ出ていますからいいんですけども、チャートの方が崩れてきた場合、例えばサポートを割れるとか、そういった流れになってしまった場合に、今度はここの真空地帯、動きの方は早く出てくるかもしれません。今まで壁になっていたポイント、3日間にわたって壁になっていたのが82円の20あたり、チャートの方が崩れてしまえばね、このあたりへ向けた一気の売りというのが出てきても、僕はもうおかしくないとは思っていますんで。もちろん5ドルというのはものすごく強いです。基本的には押し目買いですよね。買いをどこで見ていくのか。ただ上がれば下がるというのも相場ですんで、特にこういった一方的な動きが出た後のチャートの崩れ、これはちょっと警戒して見ていきたいなと思います。今はまだ全然崩れてませんからね。今はもうロングを見ていく環境になってきますけどもね。ロングを見ていくんであればということですね。サポート割れたらどうするか。この答えはちゃんと用意はしておきたいですね。はい、ということで、少しドル買い出ていましたけどもね、冒頭とはまた少しチャートの方変わっていますかね。どうしてもね、上値の重さというのは出てきますよね。特に気をつけたいのがこの下のサポート、この下のサポート割ってしまうと、このすぐ下には日足のサポートもあります。勢いで割れてしまうと、これ日足の波の反転が見えてしまいますんでね、これは大きな波の反転につながってくるかもしれません。ドル買いに関してはね、やっぱり上値の重さ感じますけども、ドル売り、これ下の方に割ってしまうと勢いもついてしまうかもしれません。個人的にはこの下に割れる動き、これには十分警戒心を持ってチャートの方は追いかけたいとは思います。今回は以上になります。大まかな環境認識などは週末の動画で触れていますので、概要欄の方にリンクの方を貼っておきます。参考にしてください。それでは今夜も頑張っていきましょう。